ケ掛メは、爬虫中カメ目、泥メかケ掛メ属に分類されるカメ。本種のみでケ掛メ属を構成する。グアテマラ北部、ベリーズ、メキシコ最大校長18センチメートル。メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大でも校長15センチメートル。背は、上から見ると、中央部よりも、 やや後方で最も幅広い細長い楕円形。高甲板の縦幅は短く、横幅はやや長い。C 看板とアバラ看板に3つずつの筋状の盛り上がりがあるが、成長に伴い不明瞭になる。廃校の色彩は、暗褐色や高褐色で、看板の継ぎ目に沿って暗色斑が入る個体もいる。廃校と復興の継ぎ目は、 甲板でつながらず体内で人体によってつながり、英面の由来になっている。液化甲板や素形甲板がない個体が多い。復興は非常に小型で腹掛けのように見えることが和名の由来。喉甲板や肩甲板がなく、左右の甲甲板の継ぎ目が不明瞭になる個体はいる。物のの融合することは稀。頭部は大型。上顎や下顎の先端は、 針状に糸があり、上顎には左右に一つずつ牙状の突起がある。これにより一度加えた獲物を逃がさないようになっている。頭部の色彩は高褐色や暗黄色で細かい暗色斑が入る。獅子はやや頑丈で爪や水かきが発達する。獅子の色彩は灰色や暗褐色だが暗灰色の個体もいる。卵は 長径2.6から3 4トル、短径1.6から2トルの楕円形。幼体は廃校に放射状の暗色藩が入る個体も、いる。オスは、廃校がやや扁平だが、メスは、廃校がややドーム状に盛り上がる。オスの生態は、尾の先端に針状の大型ウロコがある。低地にある、氾濫源に生息する。寒気になると泥中に潜り休眠する。は、 動物食で、昆虫、甲殻類、魚類、両生類の妖精などを食べると考えられている。水中を徘徊しながら獲物を探し、獲物を見つけると頸部を素早く伸ばして捕食する。繁殖形態は卵生。11翌2月に植物の根元に1回に1から6個の卵を1から2回に分けて産む。卵は飼育下で95から229日で孵化した例がある。 ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。野生個体だけでなく、飼育か繁殖個体も流通する。ベアタンクやアクアリウム、またはアクアテラリウムで飼育される。協調性が悪いため、基本的には単独飼育する。ありがとうございます。